福さんです、こんばんは。こんばんはこんばんは、こんばんは皆さん。もう本当に昨日はごめんなさい、ちょっと忙しくてやろうと思ってたらちょっとできなかったんですけど、はい、今日はその日替えということで こんばんは。これはねハーフツインだよ、ハーフツインだよ、これはいいでしょ。そう、今日の服はあれ、後でまた投稿するけど、バブルファッションっていうバブルファッションさんのお洋服です。可愛いでしょ、ふわふわ。お疲れ様です、やっほー。春休みだよ、春休み。いや厳密には多分まだ春休みじゃないかも。すっぴんじゃないよ、ちゃんとメイクしてるよ。いや、ゴスロリじゃない、フレンチガーリーかな。難しいね。でもあんまりこの手の格好はしないから、うん、なんか似合ってるか分かんないけど、まあ、いろんな姿をね見せていくのもまあまあまあ大事だと思うから似合ってますか、お洋服。ありがとう、可愛いよねこれ。そう、気に入ってるんだ、このね、このね、裾じゃない、あの肩がねふわふわなのよ、可愛いでしょ。だから肩幅がちょっとなんかあるように見えて小顔に見えるの、いいでしょ。春休みの宿題は、宿題あるのかな、配られてないですまだ。ありがとう勉強のモチベなさそうでテスト心配してたけどどうでしたか。テストはダメでしたいやまだ帰ってきてないんだけどね、帰ってきてないんだけど、でも結構ねテスト期間がちょっと忙しくて、まあ、しょうがないかなって思っちゃってるとこがあるうん、そうね、春っぽいよね、今日あったかかったよね、だからそうそうそう。でもあったかい代わりにすごい花粉症に悩まされてたんだけど、今日も画質悪いのかな、画質悪い。夜ご飯はオムライスを食べました、美味しかった。暑かったよね、暑かったよね、暑かったよね、私も暑いと思った、昼はね暑かったよね。うん、私めっちゃ花粉症だよ、今も鼻詰まってる私ご飯屋さん、お肉屋さん行った時のさ写真の投稿とかでさ目が真っ赤になってたでしょ、あれ花粉症のせいだからね。皆さんはちゃんと目薬をさしてください。意外と家とかで口を悪いんですかね、悪いのかな。いやでも弟にめっちゃ強い口調になりますよたまに、はい、ここ片付けてとかハンソででもいけるよね、唐揚げ弁当いいね、二重綺麗、ありがとう二重。肉気花粉症本当にそうだよね、本当に花粉マジ飛ばないでほしい。あ、弟さんおめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。すごく頑張ってた時期がありまして、はい、
受かりました。ステーキ美味しかったよ。くしゃみとか全くしないですか？いや、くしゃみめっちゃしましたよ。今日も多分ね20回はしてるんじゃない？うん、ルミカちゃん可愛すぎて他のことに手がつかないありがとうでもちゃんと手つけてください。インスタライブしながらインスタライブ見ながら勉強はねはかどりませんよ。私の体験談。弟さんはイケメン、イケメンはそっち寄りなのかな、わかんないでも可愛いなって思っちゃうかも。基本的にうざいけどね今年くしゃみ出るよね。でもそれ花粉症じゃないけど、じゃなくて多分花粉症だと思うよサバサバしてるんですかね。いやでも割とサバサバしてないと思う。ねちっこいかなねちっこくもないと思うんだけど。ありがとう、歯並び超綺麗だって。私ね、そう、私ね、あの親知らずがあるじゃん。親知らずがまっすぐ生えてきたのだから今こっちだけな、何、大臼歯っていうのかな、でっかいさ、奥の奥歯さ、多分さみんな2本ぐらいあると思うんだけど、私3本あんのあとこっちも今生えかけなんだけど、まっすぐ生えてきて子宮に参加してほしいな、ん、噛み合わせに参加してほしいなって思ってる。それが私のチャームポイント。口を思った方が強かった大丈夫、大丈夫かな英語得意そう、どうなんですかね。でもうーん、全然得意じゃないけど、なんかコミュニケーション取るのは好きかも。花粉症にはヨーグルトが効く。そうなんだ。なんか花粉症クラスの人が言ってたんだけどね、そう、花粉症になったら鼻がさやばいから、鼻の粘膜にワセリンを塗るといいって言ってた。あとは小指に湿布貼るみたいなとか、あのワセリンはやったことないけど、小指に湿布貼ったけど私は気持ち程度だったかなトークがつまらないような、ごめんね。でもオチのない話が得意なの、ごめんなさい。トワくん受験お疲れって言ってください。お疲れ、トワくん受験お疲れ。どうせ音小さくて可愛くしゃべ、そんなことないよ、そんなことないよ。もしかしたらさライブ中に出るかもね、わかんないビタミン B4 か D3 が花粉症に、そうなんだ。ハウじゃないよ。毎週インスタライブしてほしい。毎週、忙しい週とかはできないかもしれないけど、ちょっと検討しとく。地雷メイクか、地雷メイクね、今度やってみよう。垂れ耳の、そう、今日リボンつけてるからさそう見えるのかも。今カンドラはね、あのね、教えてもらったやつ見てるよ、あのなんだっけ、 You 君がすべてを見てます、ネットフリックスで。あ、カンドラじゃなかったこれカンドラじゃない、カンドラは、カンドラ見てないな今、うん、あ、でもグローリー見た。まあ、すごい、親知らずすごいでしょ、すごいでしょそうなの、抜かなくて、そう、そのまま使えるのいいでしょ歯多い、歯多いですか。あのね、奥歯が多いんだよ。
英語でインスタライブはきついな。語彙数がやばそう。運動神経良さそう。よくないよ。私どちらかというと運動音痴だからさ。英単語の覚え方、私もあんま覚えられないんだよね。なんかあれかも、例文とか読んでみたら、 声に出して読むのが大事だと思う。ワセリンは寝たやろ。私もそれ思ってたの。でも結構言ってる人いるんだよ。あ、ね、なんか鼻の粘膜焼くっていうのは先生が言ってた。でもなんかみんなクラスみんなさ、焼くっていうの知らないから、焼くってなって、そう先生がね説明してたよ。レンコン汁って何？レンコンを煮るの。一人称私だね。私です私。イタリアンライスグラスっていう牧草の花粉、そんなのあるんだ。ワセリン、あ、やった人がいる。マジでいい、そうなんだ。へえ、鼻の下に塗ると、へえ。髪はちょっと染められないんですよ、ダメだから。ナオト、明日の試合頑張れって言ってほしい。ナオト、明日の試合頑張れ、頑張れ頑張れ。高血圧にはバナナが効きます。私今日バナナ食べた。髪の、本当髪型可愛い、ありがとう。いや普通にさ、下ろしてた方が多分みんな見慣れてるからそっちの方がいいのかなって思ったんだけど、ちょっと今日気分が抜いたからヘアアレンジしてみたの。でもみんながもし普通の方がいいって言うんだったら戻す。春休みはね遠出はしないかな。うん、前髪自分で切りましたよ。ガッタガタだよね。今日のデザートは食べないかな。あー、でもフルーツがあるんだよね、なんかグレープフルーツが。小指で鼻をくすぐって思いっきりくしゃみすると一時的に鼻がすっきりしますよ。私はさっきくしゃみをしたんですが、まだずっと詰まっています。どうやったら私治るんですか。お、試験に合格したばかりなので私の名前はライアンさん、合格おめでとうございます。洋画、あ、そうだから洋画が、あのアメリカのドラマ、アメリカのドラマが You 君が全てっていうのを今ネットフリで見てる。ゆで卵仕込みながらこのインスタライブを見ている33歳の私です。ありがとうございます。しっかりしてはないよ。でもしっかりしてそうとは言われるね。噛む力強そう。そうかな、歯が多いからってこと。それ多分ね変わんないと思う。あざまについてるのはキクラゲじゃなくてリボンですよ。英単語は寝る前に覚えると記憶が定着されやすい。あ、そうなんだ。でも寝る前になんかいろいろさ覚えるもんやると覚えやすいって言うよね。お父さんとお母さん、あー、これはね、そのなんか
家族以外はお母さんに似てるっていうんだけど、家族ではお父さんに似てるっていう認識なんですよ。うん、でもね、多分ね、私的にはその顔の何パーツの配置は多分ママに似てて、でそのパーツがパパに似てるみたいな。うん、多分。でも口とかも鼻とかも多分ママになんだよね。何時までやります？あ、多分9時ぐらいまで。あ、9時じゃない10時ぐらいまで。鼻声で聞き取りづらい、ごめんなさい、鼻が詰まってて。校則はそんな厳しくないかな。ハーフツイン似合いますね、ありがとう。バナナお昼食べたんだ。先週僕誕生日だった、おめでとう。何歳になったんですか？トマトは花粉症悪化させるのであまり食べない。そうなんですか、私トマト大好きなんだけど私はね、水族館派です。でも動物園も好きだよ。リクト英語の勉強頑張れって言ってくれた、泣いて喜び。リクト英語の勉強頑張れ。やってみたい髪型、やってみたい髪型。うーん、あ、でもめっちゃ綺麗な巻き髪とかしてみたい。うん、もし染めれるなら。私ね、友達にもみんな言ってるんだけど、本当にあのトワイスのサナさん、わかりますか？あのサナさんが一時期やってたみたいな、あのピンクゴールド、なんだろうすごいピンクの明るめのピンクがしてみたいな好きなディズニーの映画、アナ雪めっちゃ好き。あとね、あのディズニープラス入っちゃったんだけど、私ずーっとスターバタフライ見てんの。スターバタフライとグラビティフォールズと、あとミラキュラスが好きなの。あのドラマっていうかアニメ系だったらね。花粉症の薬は一瞬飲んだけど、あんま効かなかった。グレープフルーツ美味しいよね。メロゴールドっていうね、なんかね、やつを今うちにあって、なんで食べます。ギャルルミか、あーそうね。あ、なんかでもあれだよ、友達とねライブに行くんだけど、その時にね、多分ね、結構ねギャルな感じが見れるかも写真撮るね。ずっとくしゃみ待ちでごめんなさい、なんかうーん、なんかね、今はね調子がいいから出ないかもしんないで、そうになったら言いますね。なんか鼻がムズムズするとか言って。鬼滅の刃見たいのに見れてないの。今なんだっけ、みつりちゃんが出るやつやってるでしょ。私見たいの、本当に見るタイミングがなくて。花粉症ひどいな。注射って何ですか？注射なんていうのがあるの？もう留年するなよこのバカって言ってほしいもう留年するなよバカストリート系か。ストリート系、私さ、ストリート系がどういうのか分かんなくて、どこからのラインがストリート系なんだろう。なんかやるからにはしっかりやりたいじゃん。最近愛用してるメイク道具、そうね、メイク道具か。
あー、なんかね、私使ったら結構ずっと使い続けるタイプだからあんまり変えないんだけど、なんだろう、なんかいいのあるかな。やばい、ちょっと待って、やばい、散らかってんのがバレる。いや、私のミニポーチ忘れます。あー、これは使ってるね、今日も使ってるけど、なんかね、そう、これもらったやつ、これを使ってます。これマジで落ちないから本当に。ギターはあの本当にあの忙しかったのだから弾けてないの。手持ち扇風機持つほど熱くはなかったよ。トップスはバブルファッションっていうとこのやつです。自分すっごい気分屋だけど SNS 見てるとルミカちゃんからすっごい似た匂いが、いや私も気分屋だからね。気分が向いたらめっちゃやるし、向かなかったらもうって感じ。首元のデザインなんかね、シューってなってるよ、かわいいでしょ。春休みは、春休みなんかするっけな。いやでも友達と遊ぶ約束をめっちゃ入れてるかも。弟くんは誰に、多分ママになんだよね。よしね、いいとこ取りした。そうかも。そうかもとか言って、手振っていいよ。メイク近くで見せてほしい。メイクね、なんかいつもメイクの説明をしようか。いつもなんかこれでこのさ、世界ラインを描いて、あと下のまつげ描いてあげるやん。そしたらここのあのまつげの間をわーってやって、でその後にこれをあのアイシャドウ代わりにね、私はリップを使うんですよ。リップを使ってチークとアイシャドウをするんですね。でちょっとさ血色感が出るでしょ。でそしたらちゃんとっていうかブラウンのアイシャドウをのせまして、でマスカラ塗りまして、おい、はい、こんな感じ。鼻がムズムズする、やばい。ちょっと待って、待ていい。朝バナナ食べた、いいね。こちょこちょは私大嫌いです。めっちゃ弱いから。ラーメン食べるよ、ラーメン好きだよ。ルイカさんに会ってみたいですね。本当ですか。綺麗と可愛い、なんかそうだな、綺麗って言われるのも嬉しいし可愛いって言われるのも嬉しいけど、なんか可愛いの方がさ主観な感じがしない。どっちも主観なんだけどさ、なんかなんだろう、難しいね。でもどっちも好き。
嬉しい。あとまた、あ、生トマトがダメで加熱したトマトなどはだ、そうなんだ。通信が弱いね。私生トマト大好きなんだけど、どうすればいい？どうしよう、生トマト大好き。よいしょ。納豆って花粉症に効くの？そうなの？私納豆好きでよく食べるけど、そんなにわかんないよ。そう、フィールスペシャルのビッグゴールド、そう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 、好きなアーティストはレドベルでーす。そう、ピンクゴールド、あ、そう、 iPhone のカラーにもあるんじゃないかな。スタバタフライ面白いよ、本当に見てほしい。あ、そう、グラビティホールズおもろいよね。そう、スタンおじさんね。そうそう、私はね、あのね、なんだっけ、ちょっと待って、スターバタフライめっちゃ見てるからさ、思い出せないよ。なんだっけ、メイベル、メイベルとね、ウェンディ、ウェンディっているよね、ウェンディが好きなの。うん、アイドルになりたい、なりたいと思ったことありますよ。もう可愛いじゃないですか、みんな。だって歌もできるし、ダンスもできるし、それでキラキラしててさ、本当にすごいと思う。大阪でイベント頑張るね、できるように。キングダムハーツおすすめ？ OK、 ちょっと調べてみる。でもなんか聞いたことあるよ。ギャルルミか。楽しみにしてる。そう、あのね、なんかふわふわの今流行ってるさ、ふわふわのね、ルーズソックス、ルーズソックス、ルー、なんだ、なんだろうな、アーム、なんて言うんだっけ、あのさつけるやつ、うん、わかんない、忘れちゃった。うん、増田の誕生日なので祝ってほしい。増田さん、お誕生日おめでとうございます。人生で一番最初のライブはね、多分ね、私が2歳ぐらいの頃にテイラースウィフトのライブに行ったんだよね。でも覚えてないのそう、物心ついた後に初めてライブ行ったのはトワイスだったな。Can you speak English a little bit? スケワーコスプレは、スケワーコスプレはしたことないです。キンキンに冷えたコーラ懐かしい。地面に座れる服がストリート系なの。え、そう、そういうラインなの？なんか面白いね。地面に座れるか座れないかに決まるの。今日はそう、鳥ちゃん静かなの、静かだよ。ぶりっ子はあんまりしない気がします。コーヒー飲めない、コーヒー飲めないでよ、コーヒー飲めないよ。今日仕事で疲れたので元気ください。はあ。ピーター・ルーガーの感想は本当に美味しかったです。もう本当に本当に本当に美味しかった。なんだっけな、あれだよね、どこの師匠なんだっけ、あのウルフギャングのあれですよね、師匠がピーター・ルーガーらしいんですけど、あのもう
さすがって感じでした。美味しかった本当に。お肉柔らかくてもう本当美味しかったよ。また宮古島来てください。はい、もちろん。睡眠取れてますよ。今日もいっぱい寝た。今からご飯食べてきよう。あ、いただいてください。今日もアーカイブそうね、残します。袋カフェでこのハミミスク見たけど可愛い。袋可愛いよね、みんな可愛いよね。服の系統はね、普段ね、なんかね、なんだろう、系統があんまりないかもな。いろんな服やるんだけど、でもあんまりね、フリフリ可愛い系ではない。なんかこういう感じではないかも。これは新しいかも逆に。でもこれ可愛いなって思って、これでコーデ組みたいなって思ったの。ご両親学業に厳しそう。うん、そうでもないですよ。でもなんだろう、やっぱり勉強は大事だからちゃんとやらないとなーって思って頑張ってるよ。花粉症で喉かする、さっきしてた。なんかさ、喉のさ、鼻に近い方の喉が痒いの。ニトリフリおすすめされたやつどれぐらい、まだね 1,2 本しか見れてない。でも本当に1個が長いやつとかがあるから、それとか見てる。うん、ピーちゃんやポーちゃんはね、ピーちゃんポーちゃん別の部屋にいるんですけど、寝てるかな。目のクマがやばすぎて消す方法みたいのあるかな。あー、私もね、なんかね、生まれつきクマがあって、ほら見えるでしょ多分、ここにね、あるの、ここにあるんだけど、コンシーラーとかでうまくやってるよ。コンシーラーはなんだろう、結構ね、あのね、普通のこういうなんか色味じゃなくて、なんかね、そうね、どこに行ったかな、あった、なんかこういうさ、オレンジ系の色がいいかもね。こっち、この色、オレンジ系のコンシーラーとか、なんかピンクっぽいやつとか売ってるから、そういうのを一回敷いてから普通の、あの自分の肌に合った色のコンシーラーを塗ると割と映え。うん、キムヤンのとこも好きよ、ありがとう。ほんとキムヤンなの、ごめんなさい。歯並びいいのは矯正じゃないです。矯正はしてないよ。インスタの制服みたい。あれはね、借りたんだよ。そう、韓国の高校の制服なんだけど、その韓国の私が着た制服の高校は、アイドルとかの子たちが通う学校で、そう、私の好きなアイドルがそこ出身だったから私も来た。コメントとかしてたら覚えるよ。でもね、アイコンで覚えてるの。だから名前を覚えてほしいってなったら、名前もできるだけ見るようにするけど、コメントとかで書いてくれたら覚えるかな。うん。息抜きはね、何してるかな。でもそう、アニメ見たりとか、ピーちゃんと遊んだり、ポーちゃんと遊んだり、プーちゃんと遊んだり、あとはね、またゴルフじゃない、ギターちゃんと始めてもいいかもな。なんかさ、ギターってさ、一回やめるとさ、始めるのがまた怖くなるのよ。全部コードとか忘れてるから。でもね、
せっかくね持ってるからにはさ、私も弾けるようになりたいし、 やりたいんだけど。再来週大学の卒業、あ、ご卒業おめでとうございます。ってことは来年から社会人ですか。あ、ん、来年から、来年からっていうか来年度から。一回くしゃみしてるのも喋ってると出ないのかもしんない。趣味、小鳥の飼育、食べ歩き、そう、食べ歩きも大好き。お父さんはスギちゃんに似てる。あ、そうね、なんかね、結構お父さんはね、アジア系の顔してるの、めちゃくちゃタイ人っぽいかな。ルミカ、ルミカだよ。赤点課題やりながら見てます、応援して、頑張って頑張って、さえちゃん、さえちゃん見てくれてありがとう。動画の方が可愛い、ありがとう。リップってまんの、ほんとだよね、もうほんとにさ、そうだからね、そうなの、レドベルのイルコンコン、ほんとに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 当たってほしい。私ももうずーっと願ってるから。メイクの説明雑ですき、ありがとう。花粉症なら顔にバリア振るスプレー、顔にバリアするバリア貼るスプレーなんてあんの。こちょこちょは、あ、でも王道だね、脇と足が一番弱いです。あとね、膝も無理。鼻むずむず宣言で急いでくる、本当にごめん。池袋の写真集イベントの時初めて見たけど美しすぎて、お、ありがとうございます。納豆13年食べてない、本当？コメント渋滞して、いや、私がねちょっとスクロールするのが遅いんですよ。全部のコメントに目通したいって思ってて、ごめんなさい。ヒール履くよ。イソフラボンはアレルギーにこだ、へえ、そうなんだ。じゃあ納豆いっぱい食べた方がいいのね。レッドベル、いやいや、レッドベル、スターウォーズもわかりますよ、見ましたよ。そう、ウェンディめっちゃ好き。ハウス・オブ・ザ・ドラゴン、へえ。トップガン・マーヴェリックは見たよ、父と見ました。ストレス解消法はね、解消法ってほど解消法がないかも。やばい、私それについて深く考えたことなかったかも。ストレス解消法、なんか解消するというより忘れる。アームカバー、そう、アームカバーなのかな、アームウォーマーだ。レッ、そうだから、ふわふわのレッグウォーマーも買ったの私は。コメントは皆さんの10分前を読んでます、多分。2歳でテイラース、あー、なんか父と母が連れてってくれたみたいで、はい。やってみたいコスプレは今はあんまりないかもな。
あでもスターバタフライとかね、ちっちゃかったやりたいけどね。今ルミカの部屋だよ。いちご大福食べたのいいな。福田今日もかわいそう、ありがとう。今日お休みだったよ、お休みだったよ。花澤香菜さんの声に似てる、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいんだけど、それ嘘でしょ。光栄すぎる。何でもいいから関西弁で喋ってほしい。レベル高くない？最近のマイブームはブラッシュアップライフ見てるの、面白すぎる。将来留学も行ってみたいけどね、行ってみたいけどね。あれ、いや、いやいやいや、涙袋じゃなくてね、本当にクマがあるの。お化粧はね、どこで勉強したのかな、なんかできるようになってたけど。でも多分勉強したんでしょうね、なんか昔の私が。YouTube とかで見たかな、確か。K-POP 大好き、 K-POP 大好き。エスパ大好きだよ。エスパ行くよ、ライブ。オリーブです、オリーブさん覚えてるよ、私覚えてるよ、オリーブさん。ニュージーンズのディトが好き、わかるー。 OMG もいいよね。股下何センチなんですかね、わかんない。ギター机のすぐそばに置いてるんですよ、私置いてるんですよ。でも一瞬で弾けるようになったんだけど、やめちゃってからずっと立ってて。そうなの、ディズニープラス契約してるから、ルミカちゃんのおすすめ見てください。スターバタフライとあとなんだっけ、グラビティフォールズは絶対に見てください。ミラキュラスも私は好きです。はい、あとディセンダントも入ってるんじゃないかな、ディセンダントも見て。はい、テンション上がると同じこと、そうだね、自覚済み。高校ほんと持っててないですよ、誰からも好かれないんだけど、どうすればいい。まつげ長い、マスカラじゃないかな。でもあんまりね、それ以外はしてないよ。アイブのコンサート行ってないの、行きたかった。私はガエルちゃんが好き、ガエルちゃんとリーちゃんが好き、でもみんな好き、みんな可愛い。花粉症の症状、目と鼻完全に なくすのはだったらねーですね、本当にかきすぎて翌日腫れたりとかするので、はい、目ですね、はい、
ベベのライブ行きたいんですよ。だから応募しました。両日応募しました。お洋服です、これ。お洋服ドラマクラブ入りたいよね、入りたいよね、わかる。最近よくグミと、いいな、何のグミ食べてるの？本当にそうだよね、最終回だよね。やばくない？ロスがすごいんだけど、私毎週見てたのちゃんと。イチいいよね、私イチユナちゃん大好き。あとユジちゃんも好き。アイブもね、全曲聴いてるし、まあ、曲がまず少ないけど、あとはなんだろうな、どのぐらい好きって言われると難しいけど、でも結構好きだよ。I'm your Chinese fan. Can you say hi to me? Hi! From Japan. 私、トレカ見せて、いいよいいよ。私ね、今日もね、トレカ届いたんだ。だから見せてあげる。ちょっと待ってね。ちょっと後ろが汚いんだよ。どうだ。あー、よし。オッケー。ちょっと待って。ちょっと待ち。持ってきました。今日は、はい、こちらですね。こちらと、はい、あとは、どこ行った、そう、これ届いたの。これめっちゃ欲しかったな。可愛いでしょ。28 Reasons です。はい。てな感じです。はい。なんか今日テンション高く、本当？本当？なんかあんまり今日あれかも、緊張してないかも。うん。すっぴんじゃないよ。メイクしてるよ。AK 持ってるよ。でも AK はそんな大したことない。2級だから。ちゃんと人気取れるように頑張ります。スルギー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 、ジョイペンなの？本当？通信が弱くなってるでしょ。花粉症以外にアレルギーはあんまないです。はい、うん、アコースティックギターだよ。2級は多分そんなにすごくはないと思う。わかんない、わかんないけど。あ、私の習い事？私ね、全然長続きしないタイプなんだよね。一番最初に習い始めたの何なんだろう。でもね、いろんなこと習い事したことあるよ。ちっちゃい頃バイオリンやってたし、あとは、
習字もやってたし。何やってたかな私。なんかいろいろやってた気がする。あ、なんか英会話もしてたような気がするな。今もしてるけどね。うん、TGC 出たいですよ、頑張ります。中学の時に2級取ったの？めっちゃすごいじゃん。すごい、それうん、バイオリン、バイオリンやってたよ。めっちゃちっちゃい頃ね、小6に、え？違う小学校入学前にやってた。うん、だからね、ザワワとか弾いたよ バイオリンは今は弾けません、全く。習い事いっぱいやらせてくれる。そうですね、なんか、うん、私がやりたいって言ったのは一通りやらせてくれたかもありがたいですね。 NCT はちょっと聞くかも。でもメンバーのことあんまり知らないんだ。あ、水泳もしてた泳げるよ、泳げるよ。習い事8年、すごいですね。ビジュタンはペジュ姫でしょう。それはさすがにちょっとペジュ姫は本当に小さい頃からモテてませんモテたこと一回もないんですよ私。ヘモンちゃん推しなの？ヘモンちゃん可愛いよね。私ね、エミックスはソリュンちゃん好きなの。ソリュンと、あとヘモンも好きだよ。ヘモンちゃん可愛い本当に。あとね、最近ね、ベイちゃん来てる もうね、本当にモテなかったんですよ私は。本当に本当にモテなかったんですよ。犬かきしかできなさそうなんて失礼ね私はあれですよ、平泳ぎもできるし、クロールもできるし、背泳ぎもできますよ。バタフライはちょっとね高嶺の花なのかな。いやでも結構喋りやすい方だと思うけどね。いや、わかんない、私の自分に対するイメージだからわかんないけど。ももちゃんに似てる、ありがとうございます。もうなんか本当にありがとうございます。にわかには信じがたい。いや本当にモテないんですよ。私の同級生に聞いてほしい、本当にモテないです。怒っても絶対可愛い。怒ったらね、怖いよ。怒らせたらやばい人って言われてる普段あんまり怒んないから、多分怒った時にちょっと怖くなるかも背泳ぎ鼻に水入るか、嘘、私背泳ぎが一番好き。楽じゃない？息できるしさ、ずっと息できんじゃん、最高だよね。ギターは、はい、独学ですね。 YouTube 見たりとかいろいろやってます。エスパで好きな曲ね、そうだな、エスパで好きな曲、
アイコニックだっけ、うん、とか好きだよ。なんか結構聞くよエスパースイミングプール、あーレドベルのね次のまま見せてえなスイミングプールってやつでしょいいよね。8年間水泳やってたのすごいね。潜水泳ぎって何？こうズーンってなるやつ。ウィンタースポーツは私アイススケートは好きなんですけど、スキーとスノボが本当にできないんですよね。モテるの気づい、いや私結構そういうのは敏感なんで気づくんですよ。でもその私が気づかないということは多分本当にモテていないと思います。そういう景色見えるから好き。私も好き。なんかさ、プールの天井って面白くない？くしゃみが1時間1回目出なかった。そうだね、喋ってるといいのかも。ごめんなさい、くしゃみを期待してた皆さん、本当に申し訳ない。水泳はターンが難しい、本当ですよね。もう本当水泳続けてる方は本当にすごいと思う。平泳ぎの方から、あでも私平泳ぎの顔出しバージョンできないから、ゆうすけ今日頑張ったなって言ってほしい。ゆうすけ今日頑張ったな。誰と4投したい？スルキちゃん。筋トレが趣味なんですが、マッチョ男子、え、めっちゃいいじゃないですか。引き締まってるのはいいですね。プリクラの写真、あ、ごめん、そうだね、あげる予定だった、本当にもごめんなさい。あげますね。あと4分しかないか。私が今コメント読んでる時はあと2分です。そこの方をキープしながら、え、息継ぎはどうするんですか？ルミカちゃん、女の子にモテそうよね。本当？どうなんだろう。でも仲いい女の子は結構いるかも。みんな面白いよ。4トンはなんかね、電話みたいな感じ。好きな女の子のタイプは、難しいけど、なんかサバサバしてる子も好きだし、優しい感じの子も好きだよ。うん、いろんな子がいるかも。画像で見るよりめっちゃ可愛い。本当？ありがとうございます。くだ、もうすぐ10時だよ。本当だよね。じゃあそろそろ皆さんバイバイです。ごめんなさい。ゴッドダビートね。ゴッドダビートでしょ。違う、ガールズオントップ。ゴッドだよね。いいよね、ガールズオントップも私好きだよ。おやすみー、おやすみー、おやすみー、おやすみー。10時なので切ります。バイバーイ、バイ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 。